おい、なんでこの試合で同点やねん。マジで。こんだけヒットも出てる、残塁あるって、もうこれなかなかないで、これ。12回までやって1対1の同点って。どんだけ点入らへんねん。まず打線になってないからね。ほんまに。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見えてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対ドラゴンズの試合、見ていこうかなというふうに思ってます。はい、めちゃくちゃ長い試合でしたね。本当にもう疲れましたけども、まあ、結果ね、1対1というところ、12回、延長12回まで行きまして、1対1というところで引き分けに終わっておりますと。何やこの試合と。泥試合やないかっていうところなんですけど、まあ、今日の、一言目もですね、こちらになります。坂本岡本が打てないと、打線になっていない。でね。もうこれに尽きると思うんです。で、まあ、いろいろね、まあ、作戦とか、いろいろありますと。まあ、立浪監督はああだこうだ、原監督の采配がどうだこうだ、まあ、X で、まあ、言ってますけども、結局ね、まあ、サムネもありますけども、もうこの二人が打てへんと、点入らない。マジで点入らない。もう今打線見てても、今日なんかね、丸さん、猛打賞でしょ？で、立岡さんが2番に入ってて、まあ、ヒット打ってないんだけど、めちゃくちゃ送りバントとか、しっかり決めてたから、1番、2番って流れめちゃくちゃいいのよ。で、3番も、直樹さんもね、今状態いいじゃないですか。で、1、2、3っていうのがいいんだけど、4、5がこんだけあかんかったら、点入らない。で、6番に入ってた岸田選手が今日も3安打でしょ？今日もというか3安打じゃないですか。で、結局7、8、9っていうのがもうほんま全くノーチャンスやから、結局1000になってないのよ。1、2、3良くて、4、5が、悪くて、で、6いいけど7、8、9ダメやから、その、つながりが生まれないからね。うん。だから、点取れないのよ。もうまず地獄やなって感じでした。はい、まあ、今日ね、ちょっとね、たくさん話していくところがあるんで、ちょっとね、できるだけ一個ずつ、短くいこうと思ってます。はい、まず最初にですけれども、得点シーン振り返っていきたいんですが、まあ、今日は1対1というところなんで、すぐ終わりますね。はい、7回表にワンアウトから、田中選手の、まあ、プロ初ホームランで1点先制しましたと。で、7回はですね、すぐね、ジャイアンツ取り返したところ、そこは良かったですね。ワンアウト3塁から、吉川選手のセンターへの犠牲フライで1点を返しましたけども、その後も全部0点というところで、1対1というような試合展開になってます。はい、じゃあちょっと右側でね、まあ、見ていきたいと思うんですけども、できるだけ簡潔にね、まとめていきます。はい、まず1回裏ですね、まあその2アウト1、2塁で、坂本さんがまあショートゴロ打つんだけど、まあそれもね、まあ2アウトから直樹さんがフォアボール出て、で、2アウト1塁で、岡本選手もフォアボールね、これ2連続フォアボール出しちゃうんですよ、高橋投手がね。で、あ、ここ、あるかもしれないと思ったんだけど、初球ね、まあ、カーブをね、まあ、狙ってたと思うんです。変化球で入ってくるだろうというところで、狙ってたと思うんですよ。ストレートがすごく浮いてたんで。ストレートがなんか制御できてなかったんで、多分変化球でストライク取ってくるだろうっていう読みでね、打ちに行ったんだけど、まあ、ここ、ショートゴロというところで、まあ、これはまあ、仕方がないかなっていう感じはしました。で、次、2回裏なんですけど、2回裏もね、結局、先ほど言ったように、6番以降が繋がらないってところなんですよ。で、これ今日ね、先頭岸田選手、まあ今日猛打賞しましたけども、この打席も、まあ、センター前ヒット打つわけですよ。で、ノーアウト10で萩尾選手でしょ？で、これレフトフライ。これ1球目のカットボールを打ってる。まあこれも、おそらく、岸田選手が先頭でね、初球打ってヒットでしょ？で、2番の萩尾選手も普通大体初球打って振らないんですよ。多分、ベンチから指示が出てたと思うんですよ。追い込まれたら、まあ、三振する確率高いから、もう初球から振っていけっていう指示が出てたと思うんです。だから、じゃないと、さすがに初球ヒット打って、次の球も初球打ちに行くってあんまりないんで、だから多分そういう指示が出てたんだろうなーっていうふうに思いました。で、結局ここで、レフトフライ打って、門脇選手もセンターフライで、山崎選手が、ファーストゴロというところで、結局6番以降が全く繋がらないから、まだ点が入らないというところなんですよね。で、3回表もですね、これはね、非常にいい配球でした。はい、まあ、ツーアウト1、3塁で、上林選手を、セカンドゴロに打ち取った打席なんですけど、これも、上林選手ね、前の打席、見逃し三振してるんですよ。で、インサイドの速いボール、まっすぐに対して見逃し三振してるんですよ。で、それをするとどうなるかっていうと、やはり、まっすぐ、
っていうところに意識が強くなるし、で、ましてやインコースのボールを見逃し三振したんで、やはり次ね、インコースをさばいてやろうとかっていう風にバッター思うわけですよ。そうすると、ポイントが前になるんですね。インサイドっていうのはポイントをちょっと多少前で打たないと、全部こう詰まった当たりになるんで、インサイドの速い球を打とうとすると、バッターっていうのは、ちょっとポイントが前にずれるんですよ。で、そこをうまく活用して、先ほど見逃し三振してるから、ポイントを前にしてくるだろうというところで、1球目、2球目ね、今日の試合まだあんま投げてなかったフォークボールをね、2球続けるというところで、ワンエンドワン作りますと。で、外からのスライダーで、ワンボールツーストライク。で、ストレートでボール、ツーツーっていうところで、で、最後も、もしかしたらまっすぐもう一丁インサイド来るかもしれないっていう風にね、上林選手が思ってる中、そこで最後もフォークボールを投げてね、的を外して、狙いを外して、セカンドゴロというところで、非常にね、ここね、さすが岸田選手、いい配球をしてたな、というふうに思いました。で、4回表ですね、ここもですけども、その前にですね、これ3回裏ですね、これね、先頭丸選手が、まあ、ライト前ヒットで、ノーアウト1塁で立岡さんのバント成功というところありましたけども、今日ね、まあ、通じて思ったのが、このね、丸、立岡っていう、この流れ、1、2番のこの流れ、まあ、1試合しかやってないですけども、今日1試合目なんで、あれなんですけど、非常にいい流れでできてたなっていうふうに思いました。まあ、丸さんもね、状態が上がってきて3安打してるっていうのもあるんだけど、立岡さんもやはりね、バントめちゃくちゃ上手いし、みんながこう、なんかバントできないみたいな感じになってる中、普通に楽々決めてくれるんで、やっぱ安心感もあるし、やっぱりいい選手やなというふうに思いました。で、次4回表ね、4回表、これ、セカンドゴロ、田中選手のセカンドゴロ、2アウト3塁の場面で、まあ、打ち取る場面なんですけど、まあ、これ、岡林選手にね、2アウトから3塁で打たれて、で、2アウト3塁で田中選手、セカンドゴロ打ち取る場面なんですけど、これ初球のね、カットボールでね、打ち取ってるんです。で、これが、この、セカンドゴロが、ホームランへの伏線につながっていくというところがあるので、ちょっとそれ覚えておいてください。で、次、5回裏ですけども、5回裏も、まあ、その、結局ね、ワンアウト満塁で岡本選手が三振したっていう場面なんですけど、これもね、やはり1番から、いいチャンス作って、で、立岡さんが、フォアボール取って、で、吉川選手がね、ピッチャーへの内野安打。で、ここで満塁ですよね。岡本選手が三振。で、その三振の仕方もちょっとね、もう自分が頭整理できてないみたいな感じで、ちょっとめちゃくちゃ中途半端なスイングで、まあ三振してしまったっていうところ。で、この次の坂本選手も、いい打球ではあったんだけど、ライトフライというところで、結局この4番5番が機能全くしてないというところで、まあ、点入らない。チャンスはあるんだけど、点が全然入らないというところ。で、6回表ですけども、6回表は、これは守備の時なんですけど、これね、非常に良かったです。はい、これね、ワンアウトから上林選手に、まあ、三塁で打たれますと。まあ、絶対絶命のピンチですよね。で、ワンアウト三塁で、ここのね、細川選手のこのフォアボールっていうのは僕はね、グッドなフォアボールなんですよね。やはり、ここ、細川選手って一番、中日の中でね、一番いいバッター、だと思うし、今の状態もいいしね。っていうところで、攻めながら、鼻から逃げるフォアボールじゃなくて、いいとこを狙いながらね、際どいところ、ストライクからボールになる、ボールを振り、投げながら、バッターの様子を見ながら、うまいことね、カウントを進めてって、まあ、最後もね、3-2 から行って、フォークボール投げて、ワンバン、いいところに行ったんだけど、振ってくれずにファーボールというところで、まあ、これはね、もしよかったらというか、細川選手が振ってくれたら、まあ、儲けもんというか、三振に終わってた場面なんで、ここは、その、甘く入って、ドカーンってやられなかったらいいっていうところなんで、一塁も空いてるんで。だからこれは、ファーボールなんだけど、いいファーボールですね。で、これワンアウト1、3塁で、ビシエド選手をこれ、まあ、5-4-3のゲッツーに打ち取るわけですけども、まあ、これまでの打席っていうのは、ストレート系のボールを、やっぱ、振り遅れてるわけですよ。ビシエド選手ね。なかなかこう、速いまっすぐ系、まあ、シュートであったりとか、まっすぐに対して、まあ、ちょっと多少タイミングが遅れてるなっていう感じはあったんですよ。で、そこで、まあ、ビシエド選手ね、やはり修正してくるだろうというところで、ストレートを狙ってきてるだろうというところ。で、そこで初球のボールをですね、山崎伊織投手の、非常にこう得意なね、シュートボール行くんですよね。で、そこで、良かったなと思うのが、それをインサイドの低めに投げちゃうと、バッターがね、距離生まれるんで、打球上がったりするんだけど、ちょっと構えてる場所もね、ちょっとインハイに近いぐらい構えてて、高めになるとやっぱ距離が取れなくなるんで、すごく打つのが難しくなるんですよ。で、そこで、
ビシエド選手ね、修正してこようと。まっすぐに遅れてるから修正してこようっていう打席で、初球にね、インハイ近くにシュートボールが来るわけですから、バットがなかなかうまく出ずにサードゴロっていうところで、完璧ね、相手のこの心理っていうのをうまくついたっていうところと、山崎伊織投手がその、配球に対してしっかり投げれたっていうところで、このゲッツーっていうのはマジで素晴らしかったなというふうに思います。で、これ次6回ぐらいですけども、これも、これね、みんなに見習ってほしいんだけど、まあ僕がね、岸田選手を、とね、仲がいいからとかじゃなくて、先頭岸田選手がこれね、ライトへのこれツーベース打つんですよ。これも、ツーストライク追い込まれてから、ツーツーまで持ってって、ツーベース、レフト、ライト線に打つんだけど、これも、まあ、ピッチャー早いじゃないですか。高橋投手早いじゃないですか、まあ。だから、もう、スイングね、強くスイングしてないんですよ。もう、ショートスイングで振ってるんですよ。もうこれでいいと思うんです、僕。で、ましてや2ストライク追い込まれて、そんなね、ガーン振りに行かなくていいと思うんですよ。まあ、カズマとかだったら別だよ。それは別なんだけど、その、それ以外のバッターだったら、その2ストライクだったら、もう別にそんな相手のピッチャー球速いから、そんなに強く、もうほんまに6部とか7部ぐらいでも、ある程度芯に当たったら、こうやってツーベースになるから、もうこれぐらいのスイングやってよって、そんなアホみたいに振りに行かんでいいって、って僕は思うんですけども、皆さんどう思います？僕は結局ね、これ岸田選手もね、振ったらね、別にね、もっと振れるんですよ。振れるんだけど、やはりピッチャーの球も速いし、ミートした方が絶対いいからっていうところで、多少スイングのね、強度を落として、ミートすることに徹して、こうやってね、ツーベース打ててるわけなんで、他のバッターもこれね、見習った方がいいと思うんですよね、普通に。うん。で、これ、萩生選手、次三振でしょ。ノーアウト二塁で三振して、門脇選手、ショートフライ。で、山崎伊織投手がサードゴロというところで、これ山崎伊織投手のバッティングの方がよっぽど惜しいからね、これサードゴロなんか。うん。で、これ7回表ね、これね、まあホームラン打たれるわけですけども、先ほど、言ったの覚えてます？これ、初球のカットボールを、まあセカンドゴロになったっていうお話しましたけども、これね、実はね、ホームラン打った球もカットボールなんです。で、カットボールでストライク取って、ストレートでボールになって。で、まあ先ほどもカットボールで打ち取ってるし、もう一度カットボールでいけるやろっていうね、ちょっとね、安易な考えというか、ちょっとこう気の緩んだ感じに僕には見えたんです。で、それが甘く入ってカーン打たれて、まあやはりプロのバッターなんでちっちゃいって言っても、やはりフリーバッティングぐらいでは全然ホームランパンパン入るので、だからまあ、ちゃんと当たったらホームランになるんで、ちょっとね、これ舐めてかかったというか、ちょっとこう、気が抜けたような感じでね、打たれたんじゃないかなっていうふうに僕には見えました。はい、でもしかしね、これ7回ぐらいすぐに点取れたっていうのは良くて、これも結局ね、ピッチャー清水投手に代わって、これね、丸選手1番からなんですけど、結局これ丸選手がヒット打って、ダイソー重信さん出して、で、ノーアウト10で立岡さんが、打席の時に3球目にスチールした。で、これも、立岡さんも、多分ね、これわざと空振りしてるんです。この、インハイぐらいの球を、こうちょっとこうバーンって空振りしたんですけど、キャッチャーからしたら、ここのインハイの球って、投げやすいんですよ。セカンド送球しやすいんだけど、そこをね、バッターがこうやってバーンって振られると、やはり投げやすいところなのに、バッターが振ると、やっぱりこう、ちょっとこう、投げづらかったりするんで、あれね、多分ね、まあ、たらればの話になるけど、立岡さんがあれね、アシストのスイングしてなかったら、もしかしたら僕、盗塁アウトになってた可能性高いと思うんですよ。だからそういう、ちっちゃいところかもしれないけど、そういう、ことって、バッターからしたらね、ワンストライク、あれ、見逃したらボールじゃないですか。だからバッターからしたらいいんだけど、いいというか、その、自分的にはいいんだけど、やっぱりチームのこと考えたら、やはりスイングをかけて、ランナーがね、ちょっとでも盗塁ができた方がいいから、っていうところでスイングかけてると思うんですけど、やっぱそういうところなんですよね。チームプレーとか。チームに徹するっていうのはそういうところなんで、だから、立岡さんって評価されてるんだな、っていうふうに僕思いました。で、これ、ワンアウト三塁で、じゃあ、立岡さんがフォアボールになってと、あ、じゃあ、バントし、決めてと。で、ワンアウト三塁で、吉川選手がこれね、フォーク高め、ちょっと一球目浮いてきたボールをね、しっかりゾーン上げてるから、フライ打ちに行ってるから、打ちに行けて。で、それでセンターフライで、これ、すぐ同点でしょ。これ良かったですよね。これ結局1安打でこれ点取れてるんでね。非常に良かったなというふうに思います。で、次、これね、すいません。文字ちっちゃくて申し訳ないんですけど、これ、8回もね、
これ、まあ、ピンチの場面で、まあ、しっかり、高梨投手を抑えてくれたっていうところなんですけど、まあ、2アウトからね、山崎伊織投手が細川選手とビシエド選手に、まあ、フォアボール出しちゃうっていうところ、2連続でフォアボール。まあ、これも、別に全然悪いところではなかったし、むしろ、これ審判手上がってくれやってぐらいの球に投げてるんですよ。なんですけども、やはり一発があると。いうところの警戒心から少しね、コントロールを見られて、フォアボール2つ出してしまうと。で、ここで、高梨投手、2アウト1、2塁出てきて、しっかり岡林選手をね、シュートボールでガッシャン行って、ピッチャーゴールで打ち取ってるっていうのは、非常にね、ナイスピッチャーだと思うし、前の登板も確かね、高梨投手が助けてくれたんちゃうかな、というふうに、記憶してます、僕。はい、で、次、10回表なんですけど、10回表、これ、2アウト1、3塁で岡林選手を空振り三振取った場所なんですけど、場面なんですけど、これピッチャーはこの時バルドナードね、バルドナードになってて、で、もう明らかにこれ2アウト1、3塁で岡林選手の時ギアチェンジ、みんな見てた、球の速度見てた、154とか155投げてんだよ。これえげつないからね、正直左のあの投げ方、あの角度から154、155連発してるって、ちょっとそれはなかなか打てないよなって感じはするし、さすがな。ランナーがいないときはちょっと温存。149とか、8ぐらい投げといて、ランナーが詰まってるときってバーン行ってる、あのバルちゃんすごいなって、ほんまに取ってよかったなっていうふうに思います。で、こいつ最後、11回もでね、11回もでも、これ西大投手ね、これ、まあ、ワンアウト一塁から加藤選手はね、これ463、あ、セカンドゴロゲッツー取れた。直樹さんの守備も含めて、これ素晴らしかったなというふうに思います。はい。で、これ最後11回裏なんですけど、まあ、その、2アウト2塁っていう場面でね、あ、その前に、まあ、岸田選手がこれね、レフト前ヒットまた打つわけですよ。で、ピンチランナーがこれ湯浅でしょ、台が行って、で、ノーアウト1塁で、萩尾選手がね、これバントをするんだけど、バントの、ショーフライか、ファーストフライになるんだけど、まあ、これね、僕がね、こんなこと言えるわけ、言うのもあれなんですけど、もう、萩尾バント構えるの遅いわ。普通に差し込まれてる。全部。うん。まあ、まだ最後、バントしたやつは、まだちょっとマシかなって感じだったんだけど、こうやって構えてて、こうやって構えてて、こうやってやってても遅れてんのよ。もうそれやったらもう初めっからこう、もう、体勢低くしとけよって僕は思うのね。なんでかっていうと、だってこうやってパッタンをやってて、で、こっからまた足を、後ろの足を、軸足を引いてやんにやったら、遅いから。みんなクイックしてくるんだから。だったら、先にね、足開いてたら、あ、このバッターもうヒッティングないわって思われるから、その、重心低くしといたらいいのよ。わかる？足開いてたらもうバッターないわってなるから、足は普通にスクエアにしといて、平行にしといて、もう落としとくのよ。で、それでヒッティングの構えが出ても、ヒッティングが出ても、すぐバッターできるやん。だから、初めから、こう、ちょっと浮いてるから、こう、目線のズレもあるし、ピッチャークイックで投げてくるから、それは、だから、バントできんのよ。うん。全部刺されてるもんな。だから、それをもう一回見直した方がいいよ。だから、縦岡さんのバントとか見た方がいい、多分。で、これ、ワンアウト1塁で、これ、川崎選手バントするんだけど、これ結局、ワンアウト2、ツーアウト2塁ってなったところで、これね、安倍監督でこれ、代打長野さん出すんですよ。なんだけど、結局、まあ、代打の切り札やんか、これって、蝶野さんって。だけど、一塁空いてるから、それは申告敬遠するよ。で、それでツアーで一塁で、重信さん、打席行って、これまあ、ファーストゴロっていうところで、まあ、その考え方の違いだと思うんです。これまあ、その蝶野さんを、まあ、その、ランナー一塁でもいいから出すのかっていうところのと、バントでとりあえず二塁まで送って、で、そこで、まあ、勝負をかけていくのかっていうところ。まあ、それ、ま、いろんな考え方あるんだけど、まあ、安倍監督は、この先に塁を進めといてっていうところだと思うんです。だから、まあ、その一概には言えないけど、どっちがいいのかとか言えないけど、タラレバの話になるからね。だけど、まあ、結局はこれ点取れなかったら意味ないから、うん。だからそういったところも、まあ、立浪監督とかもね、結構その、そういう采配するじゃないですか。出したらすぐ、ピッチャー変えたりするみたいな、采配とかもするじゃないですか。マシンガン系統みたいな。だから、それも読みながらやってもよかったんちゃうかなって、
だからバントね、もうせずにやってもよかったんちゃうかなとも思うし、まあそれはね、なんとも言えないんだけど、まあちょっとね、まあいろいろ手は尽くしてるんだけど、まあ結局話戻るけど、この坂本岡本が打てないと、やっぱ手入らねえよ、これ。うん。きついよね。せっかくピッチャーね、この泉投手もすごく、よかった。大江も泉投手もすごかったし、で、マルティネスから、この、立岡さんとも打球、いい打球打ってたけど、結局、やっぱり点入らないっていうのは、僕はこの二人。ああ、あんまり言いたくないけど、うん。だけど、今日見たらどう考えてもこの二人のせい、二人のせいというか、二人のどっちかが打ってたら間違いなく勝ってたなっていうところはあるんで、だから、ボンダの内容とかも、まあその坂本さんに関してはめちゃくちゃ悪いかって言われたらそうではないんだけど、カズマに関してはね、ちょっとね、悪すぎるなっていう感じはするし、ちょっとなんかその、なんて言うんだろう、打席の中で気持ち的に迷ってるっていう感じもあるし、なんかいろいろ試行錯誤しようとしてると思うんです。ちょっと多少ね、あの打ち方もちょっと変わってたりとかするから、変えようとしてるんだけど、それがうまくハマってないっていうところで、まあその、もうちょい交流戦で始まるしね、そこをね、なんとかね、ほんま頼みますねっていうところでございますと。はい、すいません。長々となってしまったけど、まあその、結局、勝てなかったら、意味ないというか、意味ないことはないけど、しんどいだけなんで、ピッチャーいっぱい使ってね、同点だとしんどいんで、まあ、できるだけね、序盤に、まあ特に中日とやるんだったら、後ろがいいから、初めの先発の間にね、勝負をある程度こう、決めておいてほしいな、というふうに思います。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。